はい、皆さんこんにちは。どうもお世話になります。こんにちは。ゴールデンウィークですよね。はい、はい、そうです。はい、我々あのゴールデンウィークも関係なしに YouTube ライブを、始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、皆様声も届いていると思いますので、はい、この番組が初めましての方もいらっしゃいますので、私の方でまずは簡単にご説明をさせていただいた後、いつもの形で始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこの YouTube ライブというのはですね、このような暦ですね、暦に対してご質問があったり、こういうことはどうなんだろうなんていう、ものを受け付けながらですね、もちろんライブ配信なので、チャットに入れていただいたものを、そのまま即座に回答するというような形で、進めていく、そんな皆さんと、暦を生かした生活というものを、ここで表現をしていくというような番組になっております。はい、でそこでご説明をいただいている方と、がおりますので、まず自己紹介から始めさせていただきたいと思います。ではどうぞ。ありがとうございます。運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています、有限会社西企画、西俊久です。最近のマイブームはピアノ、よろしくお願いいたします。ああ、聞きましたよ、ノクターン、はい、ね、もう間もなく2ヶ月経とうとしてるんですが、まだ1曲仕上がらないっていう。でも仕上がったらあれですよね、ストリートピアノとかでやるんですよね。それはね、アンプができたらできます。今度は、いや、ストリートピアノって、駅とかに、デパートに設置したやつ、やりたいやりたい、あの秩父にもあるんで、ああ、やりたいやりたいアンプができたらやりたいんですけど、アンプってアンプじゃなくてアンプね、暗記。今もうこんなんです。しかももう2ヶ月経つんです。前回の木の根の日から始めたので、次の木の根の日で2ヶ月になるんですが、まだね、最後まで覚えられないんですよ。これ幼少期は2ヶ月経ったらもう両手で、あのアンプはできないんですが、体が覚えてる、そう、1曲できたんです。今ね、ここまで衰えたかなと思いまして、できない自分が可愛いなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。素晴らしい。そして御社は。はい、私はですね、北斗三重紀庵の佐藤秀光と申します。日々の気の流れを配信をしておりましたが、日々を気にするよりも、日々は目の前のことに集中していただきたいという思いからですね、最近では相談という形をメインに、エキルとか東洋哲学の方でさせていただいております、佐藤秀光と申します。どうぞよろしくお願いします。私はパーソナリティがメインで、お答えいただくのが西先生がメインです。もちろんチャットの中にですね、私でも、私宛に、ご質問いただいたものに関してはもちろん、回答させていただきますので、そんな形で進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、早速、このゴールデンウィークでもご視聴いただいている方から、ちょっとチャットが入ってますので、そちらを読み上げさせていただいた後、進めさせていただきたいと思います。お願いします。はい、まず、H さん、こんばんは。今日は間に合いました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。SP…スピーカーさん、はい、久々に間に合いました。こんばんはということで、こんばんはでございます。よろしくお願いします。今日みんな間に合ってくださってるんですね。よかった。ゴールデンウィークかな。はい、次、和子今村さん。はい。わーい。今日は久しぶりにリアル参加です。ああ、ありがたい。ご質問お待ちしています。ご質問お待ちしております。実はこのチャットって、
質問以外に他愛もないようなこと、うん、と、まあ、ご本人様は他愛もないことと思ってますが、うん、そういうものもですね、うん、どんどん皆さんと交流を深めながら、うん、楽しむ番組になってますんで、うん、どんなことでも結構です。入れてみてください、うん、はい、織戸直子さん、はい、こんばんはと。こんばんは。ノクターンって私も発表会でやったけどアンプできませんでした、うん、わら、ストリートピアノ見たいということですね。あ、ストリートピアノ、うん、その前に、うん、どっかで、うん、一回ストリートじゃなくって、うん、SNS でここまでできましたの経過報告はポンポンとやっていきたいと思ってるんですけど、うん、あ、でも SNS で見ましたよ私、ノクターン。あのね、個人アカウント、あ、ツイッター？うん、インスタ、あ、個人アカウントの方ね。あ、個人アカウントの方ね。そう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 、オフィシャルの方だとって思うじゃないですけど、あの、見ました見ました。そう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 、そうですか。じゃあ、うん、あのぜひストリートピアノの前にじゃあ、うん、SNS でぜひちょっとお披露目をしていただきたいと、はい、ここまでできたっていうのは、うん、なんででしょう、大人でもここまでできるよというのを、うん、示せたらなと思っております、うん、いや聞きたいですね、うん、ぜひちょっと皆さんも楽しみにしていてください。はい、アマガエルさん、はい、はい、こんばんは、久しぶりのリアル視聴です、嬉しいということでありがたいです、よろしくお願いいたします。コメントありがとうございます、はい、ではですね、これから進めさせていただきますが、はい、どん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 あのチャットの方に入れといていただきましたら、うん、全て取りこぼしなく全てを披露していただきますんで、今日もうん、5月の配信もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではですね、本題に入る前に、はい、一つ、ジュニア先生から大事な告知があるということで、はい、どうぞお願いします。はい、年に一度のお祭り騒ぎ、有機こよみ2024の先行予約限定セットの販売が5月の5日から始まります。おお。ありがとうございます。5月の5日から始まって8月の8日までご注文を受けたまわるんですが、だいたいこの告知が届くのが8月の9日になってからっていう方が毎年ちらほらいらっしゃいます。実際には5月の5日端午の節句から始まって、そこから3ヶ月間先行予約限定セットのご注文を受けたまわりますので、ぜひこのお得な機会によろしくお願いいたします。はい、でこの言い方はめっちゃ失礼だとは重々承知の上であえて言うんですけど、はい、どうせ買うなら先行予約、うん、まず定価よりも割引する、うん、かつ送料消費税が弊社負担、うん、かつ発売日である9月9日よりもずっと早くご自宅までお届け、うん、送料に関しては北海道から沖縄まで一律送料無料です、うん、あの海外のみまた別の話になっちゃうんですけど、うん、この機会他ないんで、それだけでだいぶ安くなりますので、もうなんかせっかく買ってくださってる方に買う期間まで指定するのは心苦しいんですが、とにかくお得な機会になりますので、5月の5日から8月の8日までのご注文お待ちしております。よろしくお願いいたします。今回は、はい、どんな特典がつくんですか。ですね、あ、まだ発表しない。いや、あの一言で言うと、一言で言うとだいぶシンプルになっております。だいぶシンプルになっている。はい、うん、でも必要最低限のものだけ、うん、例えば毎年恒例の僕が担当していた占い猫セットとかはもうみんな削りまして、ね、あの、まあ、削ったというか、まあ、今回は、はい、こうシンプル、シンプル、シンプル、すごくシンプル、暦だけみたいな感じのセットにはなるものの、うん、プラスアルファで暦を頼めるようになったりとか、まあ、プラスアルファで暦が、今まではセットだけだったんですけども、うん、そうじゃない、これを足す、あれを足すっていう結構柔軟なオプションをつけておりますので、ぜひとも5月の5日、特設ウェブサイウェブショップ見てみてください。はい、ということでございます。皆様、5月の5日から8月の8日まで先行予約受付ということになってますので、はい、ぜひぜひ、皆様予約をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、うん、で、天上さんから、うん、早速6日に予約
しようなんていうお言葉、ありがたいお言葉がありますね。もうここですね、5月の6日狙い、はい、立夏で土曜明けからの木の稲の日で、なおかつ満月でからの年番と日番が重なるこの特別なタイミング、5月の5日発売、予約開始と言いながらも5月6日のご注文お待ちしております。もう人に買う日まで指定するっていう、本当厚かましくて申し訳ないんですけども、いやいいんじゃ、意味素晴らしいと思います。もうどうせ買うなら5月6日、はい、5月の6日、はい、予約しようとアマガエルさん言っていただいております。ありがとうございます。皆様もぜひご検討ください。はい、それでは、いつもですね、はい、やっておりますところから開始したいと思います。本題、はい、今月の運勢、はい、ジュニア先生よろしくお願いいたします。はい、2023年5月の6日から6月の5日の期間の運勢に関して、通常のカレンダーとはちょっと違うので日付のチェックをお願いします。有機小読み2023お持ちの方は115ページ116ページ、この見開き2ページでマンスリーカレンダー載っているので一緒に見ながら聞いてください。で、全部でポイントは3つで、一番分かりやすいポイントの1つ目が115ページの上に書いてある5月はこんな月になりますよ、再生っていうやつ、これも書いてあることなんで説明なしでいこうと思っています。あと残り2つポイントがありますので、この2つを書いてないんで重点的にご紹介します。2つ目のポイントが超助走の5月っていうやつです。で、この超助走というのは具体的にこのような出来事が起こりますよというよりは、本年度最も重要な12ヶ月間の中で一番運が厚くなるピークポイントが6月である、この6月の直前の1ヶ月、これを超助走と定義しているんですが、でどういうことかというと、もうほぼほぼ超助走になりますので、本番さながらのピークポイントと同等、もしくは人によってはそれ以上、本番より練習が盛り上がる人も中にはいるんで、それ以上の、分かりやすい今年の流れがやってくるかなというのが超助走です。で、例えばそれは今年の一番の盛り上がりといったら、人間関係、コミュニケーション、縁、交流、連絡、お出かけ、営業、宣伝、広告、接客、クレーム処理などなど、交流において良くも悪くも流れが活発、超助走になりますよなんていうのが、その今年の5月にやってくる流れです。で、6月と決定的に違うのが、6月が今年の最重要期間で本番なんですが、本番当月を迎えてしまったら、そっから練習したり、そっから慌てて下地ごしらえを始めたり、そこから軌道修正をしてももう遅いんだから、まな板の上の恋運を天に任せて、もう6月は目の前のことに邁進する、これが最重要期間の基本的な過ごし方なんです。ところがその1ヶ月前の5月であるならば、本番さながらの月でありながらもまだ間に合う、軌道修正、微調整、下ごしらえ、準備、根回し、この運は結構超助走で動いているんだけれども、まだデザインの余地があるというところで、暦を意識しながらどんな6月過ごしていきますかっていう超助走を過ごすのに最適なタイミング、これが5月の2つ目のポイントになります。最後3つ目のポイントが、もうここに書いてある116ページの一番上のメモ欄のところにちょろっと書いてあるんですが、5月は昨年の節目で、2022年度の運勢ともう一度改めて向き合うことになるという1ヶ月です。2022年どんなことが起こりましたか、どんなことを覚えていますか、どんな問題とぶち当たりましたか、どんな成果がありましたか、それともう一回改めて向き合うことになりますよという月です。これ超繁忙の最重要期間が当年その年の象徴的な出来事が起こるその年のピークポイント、そうするとその
直前の前月が昨年度の運ともう一度向き合うことになるという昨年の節目、ここで去年のことが終わって翌月から今年に本格的に入っていきますよ、そういう流れあります。あともう一つ余談ではありますが、その年のピークポイントを過ぎたら翌月からはもう次の年に向かって新しい流れが始まりますよ。まだ完全には移行しませんが始まりますよっていう翌年の予兆というのが6月の後の月、7月に待っています。でこの5月6月7月の3ヶ月間が去年今年来年という3年間の縮図みたいなもので、大きな流れを見たいと思ったら5月6月7月起こる出来事を意識して過ごしていると大きな流れを把握することができますよ、なんて見方があります。で僕たちがあと3日経ったら迎える5月は去年の運ともう一回向き合うことになりますよっていう月です。ちなみに2022年度、去年の今頃散々ワンパターンで僕がご提案してたのが廃棄譲渡売却です。一言で言うと新陳代謝です。さまざまなものが入れ替わり新旧が交代し古い時代から新しい時代へ移行するちょうどそこでの過渡期の良くも悪くもぐるんぐるんになる年、この新陳代謝の作用を利用して捨てるべきものは捨てましょう。でもそれを生かしてくれる人がいるんだったら譲りましょう。そこに値段をつけて買ってくれる人がいるんだったら売りましょう。廃棄譲渡売却を中心に新陳代謝を進めて吉となるのが2022年の運勢でした。この破壊と再生が同時に来るのが新陳代謝なんですが、去年そうだったんですよってこの口で言ってたんですが、1年なんて短いもんで、いざ2022年12ヶ月過ごしてみて新陳代謝のその全てが僕自身終わっていたか、終わったかっていうとそうでもない。まだちょっと残っているあのクローゼットの右下の段ボールの中とかあったりするんですよ。あとは整理したいなと思ってた書棚があったりとか、人間関係かもしれない、事業のことかもしれない、まだ自分の中で新陳代謝が済んでいないこと、今ちらほら思い浮かべられるならそれ、もう一回5月に向き合うチャンスがやってきます。住んでない廃棄譲渡売却新陳代謝あるならば、5月の6日から6月の5日の期間、この昨年の節目の1ヶ月間の中でもう一回1個で終わらせて肩の荷を下ろした状態で本年度の最重要期間6月を迎えることができると、すごく綺麗な運勢のグラデーションになります。現場からは以上です。はい、熱弁をしていただきました。一番重要なところです、はい、今年の、はい、で皆様に簡単に復習するとすれば、はい、暦のお持ちの方は115ページの上、うん、こちらに書いてあるここをまず読んでください、うん、はい、2つ目、こちら、5月ですね、超助走ということで、うん、まだ間に合うよ、うん、ピークの6月まで、うん、の手前の前月になりますから、うん、まだ間に合うよ、まだ準備できるよ、まだやれるよ、うん、そんなような年、うん、月であると、うん、でもう一つというのは、昨年までの、こと、まだやり忘れていること、まだちょっと整理しきれていないこと、うん、そういったものを含めて、うん、前年のものがこう何かこう現れて見えてくる月でもあるということなんですね、はいはい、で、6月のピークポイントを迎えて、うん、今度は来年、うん、という、動きも見えてくるような、この3ヶ月をしっかりと過ごしていくために、まずは昨年の動きをちょっと感じてみましょう、はい、この3つということでよろしかったですか。おっしゃる通りでございます、はい、ちなみに、はい、もうちょっと、まあ、占い師っぽいというか、はい、運勢っぽいこと、はい、暦から読み解くことができる未来予言みたいなことを言うとすると、どちらかといえばネガティブな月になるのかなと思います。ただそれは運が悪いネガティブというよりは、もう一回ここで新陳代謝のきっかけとなるような壁とか問題、不具合を見つけて、じゃあこうしようって、そこで対処の機会を与えられて
6月に突入していくんかなって感じです。なるほど、貴重なお話をもうこのマフラーというんですか、これ なんていうの、ピカーフです。ピカーフを見出しながらのもう熱弁をしていただいたこの内容、アーカイブされますんで、何度も聞いていただいて、暦を生活に取り入れていこうという方には、目から鱗の話になりますので、ぜひ見返しも見てもらえればと思います、はい、ありがとうございました。とんでもないことでございます、はい、ではコメントの方をいただいてますんで、読み上げさせていただきます。お願いします。桜もちもちさん、こんばんは、私も久々に生視聴できてます、この後もお財布のお清めしますということで、素晴らしい、土曜中にできれば最高ですということで、桜もちもさん、ありがとうございます、続きましてアイスさん、間に合いました、よろしくお願いします。お待ちしてました、先月子供とのゴールデンウィークの予定に悩む、とこちらでも話題にさせていただきましたが、今日は群馬県富岡市の妙義神社に出かけてきました、混雑していないし、大自然の中で持参したおにぎりを食べたり、近くの温泉に入ったり、予算をかけずに楽しめることができました、ありがとうございました、ということで、あれ妙義神社って今更ながら、富岡なんですね。そう、昔は妙義だったんですけど、あ、合併でね、まあ、今富岡だったんです。あ、そうなんですね。そうです、あれ、じゃあ向こうのもう一つ上の長野岳神社は下仁田です。あそこは違うんですね。なるほどなるほど。そうなんです、そうなんです。じゃあめちゃくちゃニアザプレイスじゃないですか、いらっしゃったのが。そう、僕はこっち来ちゃってましたけどね。あ、でも我々も何度もね、妙義神社は、あとはその前の道の駅、どっかはツーリングの休憩地点として利用させてもらったりとか。ああ、そうですね。そうそうそう、とってもいいところ、見晴らしも良くて、あの岩山を見ると、登ってみたくなるんですよね。そう、毎回ね、毎回、もう毎年死人が出るほどの、なかなかのタフなコース、ね、そうですよね、まあでも中野岳神社の、山を登るというのもね、また一つ、でもね、結局僕、佐藤さんと登った、あの1回だけで、あれ以来はもうあそこまでちょっと怖くて行けてないです。あ、まだ行ってない、ね、あの初回の1回よく行ったと思います。あれ何回来ましたっけ。2回登ったんですよね。2回だけか、初回行って、で2回目の時にジュニア先生が、いや、もう僕ダメですかって話、っていう、あの初回よ。あれ、その間に誰か案内してました。いや、もうしましたし、その時平気だったんですか。いや、行ってないです、あそこまで。だから1回しかあそこまで行ってないです。そうなんですね、まあ確かにあそこは怖い、はい、怖いですね。でもまあね、それが、行じゃないですけどね、醍醐味ですからね。行きより帰りの方が怖いですね。ね、あれ、下りって難しいですよね、恐怖、難しい、行きは良い良い、良い、帰りは怖い、怖いです、本当に。でもおすすめしたくなっちゃいます、中野岳神社まで行ったら、ね、途中まででもね。ただあそこ行くときは本当に気をつけていただかないと、まあ私なんか、私たちも、まあ、私は軍手というか革手を持っていきますし、スピードとかではなくて、もう一足、ちゃんと気をつけて、逆言えば遅いになったらもう岩にへばりつくぐらいの、ね、鎖と一緒にぐらいで行っていただく。だから、まあ、本当に自信のない方は全然もう下からね、見るだけで十分ですから。それは妙義神社の方じゃなくて中野岳神社の方ですね、で、アイスさんは妙義神社に行って、あの妙義神社すごいんですよね。だからあれもがまず、妙義神社は妙義神社で、あの階段が結構タフ、階段もタフ、でも、山の中にこんな立派な木造建築っていう、東照宮まで行ったらちょっと言い過ぎかもしれないですが、すごいですよね。すごい絢爛豪華な社殿がありますね、で、またなんですか、雰囲気がいいんですよね、いい、ね、自然の中で、で、昔参道だったんじゃないかっていう、なんかこう
石段があったんじゃないかみたいな、急なところありますよね。まあ、あの妙義神社行かれたということで、愛さんいいゴールデンウィークでございますね。素敵です。はい、ということで、続きまして、はい、スピカさん、はい、再チャンス生かさなければ、うん、あのこの話ですね、はい、はい、去年できなかったこと、うん、新陳代謝だけに限らず本来であるならば去年、うん、やりたかった、でもできなかった、やり残していた、まだ終わってないみたいな去年のことともう一回向き合う機会与えられるんでチャンスです、うん、ということでございます、うん、続きまして桜もちもちさん、はい、仕事の面で破壊と再生、うん、そして縁のダブルパンチを受けています、うんうんうん、なかなか気に入られない自分の頭の硬さを何とかしなければと思っています、うん、かっこ6泊って感じ、うんうん、頭の硬さって何とかしようと思ったらどうしたらいいんですかね。ああ難しいですね。基本的には人ってやっぱり頭硬いじゃなくて自分ってあるじゃないですか、うん、それ硬いって言われたらもうどうにもならなくなります、ね、まあ私の場合は、うん、まあ、転職経験もやっぱあるので、うん、あの先入観っていうのをまず一回捨てる、うん、っていうことがまず第一。先入観って結構自分の軸になりがち、うん、だから、うん、まあ何ですかね、頭が固くなりがち、うんうん、それと自分の見ている世界以外の世界があるっていうふうに自分で思って、うんうん、受け取ってから考える、受け入れる前に考えるんじゃなくて、まずは受け取ってから考えて答えても時間としては間に合うっていうようなことを心がけました。もしくはますかね、あの初めての場所、初めての人と付き合うとかっていう時も、その今までの経験っていうのは一旦もう真っさらに一回外してっていうことぐらいですかね。うん、いや僕も、僕はほらどちらかといえば、変われない、変わりにくい方なので。同じ星ですよ。そう、もう本当よくわかる、うん、あのちなみにめっちゃよくわかってるんで僕はそれは、うん、でもう何なら諦めてます、自分は変わらないって、ジュニア先生は諦めてる。そう、諦めてるから一応今年の自分のテーマを、おすすめを素直に聞く、もうこれだけは、うん、あのもう結局変わらないから、うん、あれなんでしょうね、嫌なことに関してはうるせえバカと思うんでしょうね、うん、あとはあのどこまで行ってもそれ嫌いとか思うんですが、思う自分は止められないですが、おすすめは素直に聞くは今年は合言葉にしております。なるほど、素直っていうあの言葉自体が、うん、素っていうのは先入観もなく、うん、真っさらな状態で、それを直で受けることですから、はい、まあ、素直ってい う,、うん、いうことが、まあ、なんだろう、怒られる形で素直になりなさい、うん、ではなくて、自分自身でこうちょっと心に留めておくと、うん、まあ、あなたにはあなたのそういう世界があるんですね、受け止めました、うん、というちょっと一呼吸が取れるのかもしれないですね、うん、確かに、うん、そう、ちなみに、うん、僕がここでおすすめを素直に聞くの、素直を入れた理由が、うん、もう自分のこと諦めてるんですよ、うん、あの硬いって、うん、だからね、おすすめを聞くじゃないですか、うん、すぐアレンジしようとするんですよ。なるほどね、結構こだわり派ですもんね。そうだから、ね、それいらねえバカって自分に言いたくて、うん、あのじゃあ例えば、うん、あの A 定食と B 定食があったら A 定食がいいですって言われたら、ちょっとそこで、そう本当はね、うん、あ、じゃあここであえてとかね、逆にとかやっちゃうところA 定食にしろっていうのがアレンジ加えんなっていうのがこの素直、あ、素直なんね。そう、もう本当に自分を元山します。いや、逆に自分っていうものをしっかり持ってらっしゃる、うん、まあ、この桜もちもちさんも含めてですけど、うん、持ってらっしゃるんじゃないですか、うんうん、私なんかは A と B どっちがいいって言われて、うん、あの聞いて、うん、A って言われたら、うん、もうあるでしょ、 0.01 秒ぐらいでもう A 定食頼んでます、うん、そうね、うん、もうね、僕もね、あのそれが仕事上とか、うん、お客様であるとか大切な人からお勧めされたら、うん、ギリ A 定食行くんですけど、すぐアレンジを加えたくなるんですよ。だからきっと個性があって自分という軸がある、ね、逆に言えば私は、うん、自分という軸がもしかしたら弱いのかもしれない、うん、というような形で考えれば、うん、確かにね、ジュニア先生 の、 あの、うん、すごいいいなって思いますけど、うん、まあ、桜もちもちさんが、はい、
とあとジュネ先生が、うん、頭の硬さというので、うん、もし悩んでいたら、うん、あえて、うん、素直というその、うん、素の状態で直で受け取ってから、うん、考えるアレンジする、うん、というのでいいのかもしれないですね。英定食をちょっとアレンジしたくなるわけですよね、うん、そうあとね逆にってダメですよね、うん、そう逆にそうあえてとか逆にからのってやりたくなっちゃうので、うんうん、もう今年の運勢は絶対に素直の方がいいです。そう流れに、はいはい、流れに素直が今年はいいですということで桜もちもちさん、はい、ぜひですね今のジュニア先生の苦しみを、この画面から受けていただいてこのジュニア先生ですが今年は、うんおすすめを素直に聞くということをあえて、うん掲げていらっしゃるみたいなので、はい、ぜひ参考にして見ていただければ、はい、おすすめです。はいよろしくお願いいたします。あ、桜もちもちさん、うん、コメントしてよかったですと、うん、お二人の意見なら素直に受け入れられます。参考にさせていただきます。あ素敵です、ありがとうございます。すいません、うん、では、はいコメントまだどしどし、はいお待ちしております、はい、で、オルトさん、はい、今入れていただいたのは、はいこの後のにしっかりと拾わせていただきます、はい、しばしお待ちください、はい、ではご質問1これは事前にいただいているご質問になります、はい、お願いします。木蓮さん、うん縁を大切にするということで質問いたします、はい、嫌な気持ちにさせられる人との縁も大切にしなくてはいけないのでしょうか、うん、ということです、はいはい、多分これは2023年度が縁の年、そしてこの縁っていうのは切ることができないものだから切ろうとすると運が悪くなるよ、縁を大切にみたいな今年の運勢からこのご質問いただいたんだと思うんですが、一回ご回答する前に想定をしたいんです。はい、ちょっと手伝っていただいてよろしいでしょうか。はい、縁は切らない方がいいです。うん、縁は大切にした方がいいです、うん、この言葉に対して、うん、ムカつくクソバカ野郎とも、うん、縁は大切にしなくちゃならないの、うん、という反応が来るとしたら、うん、来るとしたらその大切って具体的に縁を大切にするって何をすることが大切にすることなんですかね。私の率直なね、うん私がそれを大切にするということであれば、うんうん嫌なやつから学ぶことは多いんですよ、うん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 、こういうことは他人も、うん、まあ私以外のね、うん、きっと嫌なことなんだな、うん、だから私はその人の縁というのは今後自分がただまあある程度正しく生きていくためにこういう行為をすることはしないようにしよう、うん、みたいな大切にするっていうことなら分かるかな。でもその佐藤さんの大切にするだったら、うん、そういうそれが大切にするということなんですね。分かりました。セクハラ上司や毒親や、うん、モンスタークレーマーも私は大切にしますで、うん、佐藤さんのその解釈だったら、うん、そういうことですね、だったらできますって言ってもらえると思うんですよ、うんまあ、大切にしろって言われるならば、うんうん、そういう形の受け止め方になって、うん、それだったらできますは分かる。そうですね、うん、でもそれじゃあ大切にそんな大切に しなくちゃなんないの、うん、って言ってる人は何を大切って思ってるから、あそういうことなんですね分かりましたって言えないとするなら、うん、まあ、私はね、うん、縁って自分で引き寄せたものというよりは、うんはい、偶然の必然のような形で捉えてるわけです、うんうんうん、もう制御できない。そうだから、うん、つながってしまうものはつながってしまう、うん、でその縁っていうのは、うん、切ることできないわけですよ、まあ、一度ついたり、ね、こっちでね制御できないんだから、そうだからつながってしまったものに対して、うん、いつまでもあんな野郎ふざけんなって思っている時間も、うん、心ももったいないから、うん、自分の中で、うん、反面教師のエリアに、う
こう移し替えるぐらいの感じなわけですよ、うんうんうん、でなのでついてしまった縁を縁だから、うん、自分にとって何か必要なことだということで、うん、この生きている世の中で偶然の必然が起きたんだという部分での大切って私は思ってるんだと思うんですけど、うん、その逆の場合は、うん、そう思えない、そう自分だから思えないから大切にしなきゃなんないのって反応が来る。自分にとって良いことだけの縁が大切なもので、うん、そういう縁ってなんで自分は近寄っちゃったんだろうとか、もしくは、うん、切ってしまうっていう、うん、そのいいことを縁、うん、悪いことは悪縁、もう切るべきものっていう考え方があるんですか、うん、じゃあ、うん、良い縁、良い縁、良縁と悪縁、うん、まあ縁というものを一括りにして、例えば私は多分考えてるんでしょう、うん、で、良縁と悪縁っていうふうに区切って考えてるならば、うん、はい、どうぞ。良縁を大切にする、良縁を大切にする、これ多分みんな分かりました、うん、分かりやすいっていうか、分かりやすい、言われなくても大切にするわ、うんうん、じゃないですか、うん、その時の良縁を大切にするって何、うん、その時の良縁、良縁を大切にしてくださいっていうふうに言ったら、うんうんうん、はい分かりましたってみんな言う、うんうん、良縁を大切にするってどうすること、なくさないようにするんじゃないですか、なくさないようにするのか、あの普通の考え方だとなくさない、うん、まあ要は縁は切れるもんだという感じじゃないですか、うんうんうん、悪縁切りの、あの願掛けをする人もいるぐらいですか、うん、だから縁は切れるもんだとすれば、うんうん、なくさない、うん、相手から切られないっていうことなんですか、じゃあ仲良くするであるとか、うん、連絡を密に取るとか、うん、まあ逆を言えば、うん、多少嫌なことがあっても、うん、まあ下世話の話ですよ、うんうんうん、すんごい金持ちがするんです、うん、で、すんごい羽振りいいとするんです、うん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 、で、自分にとってはそれがすごく良縁だと思うんですよ、うんうん、メリットがある、うん、お前クソだなって例えば言ってください、うん、佐藤秀美さん、お前はクソだな、本当にもうおっしゃる通りなあ、大切にされてるっていうこと、うん、うん、そういうことなんじゃないか、そこでうるせえバカって言ったら、そうそうそう、それは粗末にしてる、切れちゃう、そう切れちゃうから、ほら切られると困る、いやそれ、うん、別の言い方すると時に我慢したりとか、うん、なんて言うんでしょう、ぐっと大人になったりとかして縁を大切にする、うん、でもこれ良縁だから、これは良縁ね、だそれできる、うん、悪縁、今の話を悪縁にして、うんうん、この悪縁からお前クソだなって言われても、へえそうでけざ、もう私はそうなんですって言えって言われてるって思うから、私なんであの悪縁大切にしなきゃなんないのって思う、仲良くしろ、無理して自分に嘘をついても、まあ、これをね、つなぎ止めるために、もう毎日おべっか使って自分に嘘ついて愛想笑いして大切にしろ、すんごい興奮してるって言われたらみんなえって思う、うん、って思う、まあ確かに思いますよね、思う、うん、それ無理、うん、僕も、うんうん、あいつになんでそんなおべっかつかなくちゃならないの、うん、それは思う、そうか、うん、それは確かに思いますね、だとしたら、うん、僕たちが今ここではっきりさせなくちゃならないのは、縁を大切にすることの定義ですね、あ、まあ縁って何っていうところから始まるんだと思うんですよね、うんうんうん、まあ、私なんかあのバイク乗ってるから、うんうん、目的地決めてない時あるんですよ、はい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 、でたまたま道間違ってたまたまたどり着いたような喫茶店ってご縁だったりするわけです、うん、あっていう考え方、自分から求めてるわけでもなく、うん、あそこにたどり着いたんだなっていう縁と考えるのか、うんうん、自分で選択をして、うん、引き寄せたり掴んだりする良縁、うん、で、うんうん、ついてしまったとか間違って引き寄せてしまった、うん、悪縁って考え方からすると、うん、やっぱりその違うんじゃないですかね、うん、答えはね、なるほどね、うん、もしも、うん、じゃあこの僕個人的に思うのが、さっきの佐藤さんの仮に自分にとって不都合な縁があったとしても、うん、それを大切にするということは、うん、それでもやっぱり縁、うん、そこから学ぶことであるとか、そこで出会ったことの意味であるとかはあるはずという前提で、うん、実際どうかは別にして、うん、結果論じゃなくて、うん、そういう前提で
お付き合いすること、おべっか使うこととか、無理に仲良くすることとか、へいこらすることじゃなくて、うん、そういう前提でお付き合いすること、この考え方、割とハードル高いと思うんですよ。うんうん、で、僕にとっての縁を大切にするということは、うん、もうイライラする縁があったとしたら、うん、イライラしない付き合い方に変えることだったりします。なるほどね。でそれ大人だ、うんうん、私イライラする縁があったら、うんうん、イライラし続けてます。だからついちゃったものはしょうがないから、うん、近づかないようにするか、近づいてしまったら修行ですよね。ああ、そっか。っていう、まあ、要はイライラをどうすることもできないから。それ大人。え？だって近づくこともあるんでしょ。そう。僕は近づいたら。だって向こうから近づいてきたら、うん、どうします？それがですね。もうちょっとさあとかって来られたら、うん、よいよいよみたいなことできないですよ。それが僕はほら、うん、それをしない環境をこの20年で、うん。うんうん作ってきたので、うん、ほらそのためだったら JC に入れって言ったら西企画辞めるからなって言ってきたの、うん、ピーッそう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 今、うん、あもしうんうん、なのピーッに入れと言われたらそう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 あそう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 もう高校2年生の時点でその時言ってください事前にピーッって言ってくださいそうそう固有名詞はねそう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 高校2年生の時点で、うん、あの会社勤め会社勤めと公務員はもう無理ですっていうふうに、ん、もう自分の中からそのリスクを負ったので、うん、あの嫌な上司に合わせるを得ない状況とか、うんあとはあの会合で苦手な人と回らなくちゃならないっていうところを避けてそのためであるならば福利厚生や夏休み有給を犠牲にして生きてきたので、うん、結構ねそれがいけるんですよ、うん、それができるからそのこの人はからの電話出なかったりするんですよ、うん、すごくありません、うん、すごいでしょ、うん、すごい僕それで売り上げが下がってもいいんです、うん、すごい、うん、すごいすごい でそこまで大げさかどうかは別にして、うん、そうすることで電話でイライラしちゃうパターンもあったり、うん、メールでイライラしちゃうパターンもあったり、うん、あったりあと2人っきりで会うパターンとか、うん、あと大人数だととか、うん、ジュニア先生のあのなんだろうな能面のような笑顔の時って、うん、ああ苦手なんだなって思う時あります。そうです。もうすっごいわかるから。うん。しかも帰ってから筋肉痛になります顔が。いや崩れないもん。そうそういうのはありますよね。そうそうそう。でその時にやっぱり、うん、うるせえバカっていうことではなくって、うん、あまあ縁を大切にするってことは うるせえバカじゃなくて、また、うん、そうなんすよっていうことでもなくて、なくてうん、その付き合い方を変える。ああ。あの すごくありません。グッドホスピタリティじゃありません、うん、相手に対してあの喧嘩しないで済むから、うん、めっちゃ大切にしてません、あの苦手なバカを、うん、してる。そう、逆を言えばものすごく考えてる。でこれをやっぱね、そうなんすよって近づきすぎちゃったり、うんうん、うるせえバカっていうふうにやってしまうのは、僕は縁を粗末にしてると、大切にしてない。なるほどね。っていう、うん、なるほど。そうすると、うん、あのまずこういうふうにしてると、うん、自分がまずダメになりません。ずっとこうやって、うん、そうなんすよって言ってると、自らに嘘をつき続けてるこの行為が、うん、自分を損なっているので、うん、限界が来る。あ、まあ限界は来ますよね。うんうん、でかといってこう拒絶してしまっても切れない縁を切ろうとしてしまっているので、逆に運は乱れてしまう、うん、となった時にそれをしないで済むようにするのが縁を大切にするという意味なので、それが何なのかは人によって僕違うと思うんですよ。なるほど。あ、この要は木蓮さんのその嫌な気持ちさせられる人との縁も大切にしなくてはいけないのでしょうか、うん、の部分で言うと、そうってことですね。それは、はい、うん、大切に しましょう。大切にすべきです。ただ方法論は人によって違うよ、はい、まあそうですよ。ジュニア先生はね、うん、さっき言ってた、うん、ことと
まあ私の場合はね、うん、いやいやそんなことないですよっていうところに、あの無感情を入れられるんですよ、うん、だから、あとほら立場と環境も違うから、そうそう、ノウハウが違うんですよ、うん、そう、要はだから人によって手段が違うってことですよね、うんうん、でも、うん、大切にするということは、うん、ということなんですよ、そうなんです、大切は大切なんです、うん、ただそのもしも大切を結構ね、うん、この、まあ、大切の逆は粗末だからね、うん、だから粗末にするってことは、うん、表情にこう、ああなんだよお前、うん、って出したり、近寄ってくる、近寄んだよとかっていうのは粗末だけど、うん、そう、うん、これその逆のパターンも粗末、うん、そうなんすよってベタベタと自分を偽り、うんうん、続けることもまた今度は自分を粗末にすることになっちゃうから結局縁は粗末にしてますよね、うん、そう粗末になっちゃうんですね、ただそれの耐えられる度合いは人によって違うから、うん、違う、あと方法も、うん、立場も違うし、うん、その方法論も違うから、うん、大切にするということはこれはもう間違いない、大切にすべきです、うん、でも方法論は多種多様、うん、そうそう、で、うん、一つここで確認しておきたいのは、うん、その無理して非常識で、うん、明らかに向こうに何かしらの原因がある、うん、そういう嫌な人とも頑張って仲良くし続けろという意味ではない、うん、なるほどね、それを大切と勘違いしてるから、うん、きっとそういう反応になっちゃう、うん、これこのご質問者様だけじゃないんです、うんうん、この話題を出したらもうめっちゃ言われるんですみんなに、うん、で中には本当にそういう縁きついですねっていう人もいるじゃないですか、うん、そういう人が身内にいたりするパターンがあるとか、うんうん、そういうお客さんがいたりするパターンもあるじゃないですか、うんうん、その人たちにそうなんですへーこらしてくださいって言われてるように感じちゃってるとしたらそりゃ辛いだろうな、へーこらじゃないんだよ、うん、っていうことですね、そこだけ確認していただければ、うん、はい、縁はどんな縁であったとしても大切にした方がいいですは言えます、縁というのは一つのもう縁と、はい、だからそこを大切にするっていうことと、うんうん、大切にする手段として、うんうん、へーこらせーと言ってるわけではなくっていうことなんですね、おっしゃる通りでございます、はい、木蓮さん、はい、ですね、非常にジュニア先生にとって、うん、人生のテーマのような質問をですね、うん、していただきまして、ありがとうございます、熱弁具合が半端なかったですけど、木蓮さんぜひ、うん、参考にしてもらえればと思います、お願いします、よろしくお願いいたします、それではですねチャットの方入ってますので読み上げます、お願いします、織戸直子さん、はい、土曜に入ってから、うん、縁に関することがたくさんありました、うんうん、交通事故現場で怪我した人が知人だったり、うん、告白される現場、うん、告白される現場に立ち会ったり、おお、すごいな、おお、でこの土曜はお二人はどうでしたかということです、はい、僕一番大きかったのは錦屋の車がよくわからない部分が破損して、うん、結局ね車体の下にあるカバーが壊れて、それが下に落ちてものすごい異音を発して、でも車走行には関係ないっていう、蓋を開けたらそういう話だったんですけど、こっちはわかんないから、うん、っていうドタバタがあって以外はあとは小さなのばっかりです、なるほど、小さいのいろいろあったということですね、はい、うん、例えば、うん、そこだけはダメだぞっていうところで猫が吐くとかね、だからそこだけダメだぞっていう、コインランドリーにその絨毯持ってかなくちゃなんないとかね、うん、そういうぐらいです、うん、猫が吐く寸前ってね、うんうんうん、いいですよねそう、なんかね、体全体を使って、ブッってなるんですよ、うん、なりますよね、なる、で、あ、来るなって分かってても、うんうんうん、猫って、こだわりがあるから、うんうん、決めてるんでしょうね、こだわり、意志、意志がね、意志がもうここでするっていう、うん、そう、そう、ちゃんとしかも うん、そこじゃないぞっていうところを選んできて、久しぶりにコインランドリーに2日連続で、はい、うん、犬がトイレに失敗して床がめっちゃ綺麗になりましたとかね、なるほどね、
なるほど。しましたとかね、それ細かいのはあります。なるほど。土曜前なかったんです、それが。なるほど。土曜に入ったからあったなっていうのは、うん、そんな細かいのばっかりですね。なるほど。ありましたなってことです。私は、うん、土曜って何かそういうものがあるという考え方ではないんですよ。うんうん、土曜は私にとってこの後、うん生活する上で必要な、うん、この気づきとか、うん不足しているものとかが、うんうんうん知らされるという、まあ、要は土と一緒ですよね、うん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 、自然界で言えば土があのこうこなれて次の季節で生命を育む土台になるみたいな感じなので、うんうん、そういう意味で言うとうん私は何者だというのが、うん、土曜に入ってから急に思うようになり、うんうん、なるほど。で、うん、時間が空けば、うん、ひたすらに知らないところに出かけていき、うん、でその中でいろいろと考える時間が多かった、うん新たな発見があった、うん整理ができた、うん、そんなような感じですかね。遠い過去のように感じてるんですが、うん、佐藤さんと、うん、あの山奥ツーリングに行ったのって土曜に入ってから、うん、入ってからでしたっけね。カレーライス食べたの。カレーライスは土曜中かですよね、うん、かな、うん、あの頃はじゃあもう入ってたんですか、そのモードに。入ってないです。その後に来たんですね。あ、いや、その前からあったかな。うーん、まあ、土曜中っていうわけじゃなく、うん、土曜の前ぐらいから、私の悪い癖なんですけど、うん、いろんなそのニュースとか見たりして、うん、こう先をある程度予測しないといけないんですよ、うん、仕事上、うんうん、だからそれを考えてるうちに、うん、一体自分は何者なんでしょうということになり、うんうん知らないところに行って、うん考えたり、うん、整理整頓したりっていう気づきがあったり、うん、っていうような感じですよね。私の土曜ですよ。だから何かが壊れたとか、うん、何か不具合があったとか、うんそういうのはあんまり感じてない。ぎっくり腰もなく、ぎっくり腰もなく、うんうん、単純に自分のあれですよ、あの整理整頓、うん、という感じが勝手になったかなっていう感じ。そんな感じです。私、はい、うん、ということでジュニア先生は、はい、まあ細かいの小さいのが お父様の車だったり、はい、猫の、うん、ゲッポの、うん位置だったり、はい、ワンコで、まあ、それによって綺麗になったりいろいろしてるという部分もあると、はい、で私はなんとなく自分のあの整理整頓というような感じでございます、うんうん、はい、お答えになってればと思うので、もしまた何か意見がございましたら言ってください。はい、お願いします。続きましてアイセさん、はい、今度は、うん中野岳神社に行っています、うん、小4の娘は、うん、妙義神社の中で、うん、ここは天国みたいって言ってました、うん、まあ極楽浄土、本当に素晴らしかったです。うん、うんうん、ね、あそこすごいですよね。すごい、うん、で、ロミ0129さん、はい、ジュニア先生、佐藤先生、こんばんは。こんばんはでございます。久しぶりにオンタイムで視聴できて嬉しいです。よろしくお願いしますということです。ご質問お待ちしてます、はい、ご質問いくらでも入れてください、うん7G の大下さん、はい、間に合った、今日もよろしくお願いいたします。続きまして同じ、仕事では、はい、土曜っぽさを受けたし、うん、休息が不足した4月だった気がします、うんうん今日は、うん、電動自転車のモーター故障が自転車屋の点検で確定。15年くらい乗っているし、うん、修理できる期間も終わっているため、うん、廃車することにしましたという、まあそういうことが起きたと。ねえ、ハイテク系、モーター系ってね、うん、で全特化すると、大変な金額に、うん、もね、ね、まあこれバイクだけじゃなくて自転車も同じですよね、うん。バッテリーも今めっちゃ高いですしね。特に電動自転車のバッテリーめっちゃ高いです。まあ本当ね、今は、うん、あの、なんでか、まあ、多分、うん、
前にしたんですけど、まあ、近年どころじゃなくて、うん、まあ、今銅バブルなんですよ。ああ金じゃなくて銅、そういう、もう電池の材料とかさまざまなその電化製品の材料になるんで、うん、だから銅バブルだと、だからどうしても高くなっちゃうんですよね。うん、だって1キロでだって前見たら1000円とか1100円でした。うん、1キロでね、キロだったかな、うんうん、で他のやつが100円とかのレベルの時です、うん、あのアルミとか、うん、だから相当な高い需要があるんですね。うん、でもまあこの土曜でね、うん、あの安全無事に故障を確認して、うん、安全無事に廃車することができたということは良かったことですよね。そうなんですよ。だからこれは命を預けるものに関しては、うん、特に乗り物中心全てに言えるんですが、うんうん、結局自分の命を乗せるもんじゃないですか、うん、それがパンクしたり故障したり何かしら破損したりするのって本来であるならば自分に来るはずの役を彼ら、彼女、ま、彼女どっちかが背負ってくれてるってことなんですよね、うん、だから車が追ってくれるとか我々だったらバイク、うん、あとはもちろん自転車、三輪車の場合もあるし、うん、それが、その車輪が、そのハンドルがバッテリーが受けてくれることですよってことを考えると、うん、本当にけなげで偉かったねって感じですね。あのね、そういえばこんな話を聞いたんですよ、うん、タイヤがね、うん、突然パンクして、うん、でもう高いし、うん、もうすっごい嫌だった、うんうん、でも私がすると、うん、一本がパンクするってことはですよ、うん、別にそれ事故ったわけじゃなくて、うん、ショッピングセンター出たらパンクしてることに気づいたと、うんうんうん、で道路の脇で安全なところで止めて、うん、対処ができたと、うんうん、これね高速道路でパンクしたりとか、うんうんうん、路肩のないところでパンクしちゃったりしたら、うんうんうん、あとは首都圏のないところ、うん、可能性として大いにあり得る、うん、だからやっぱりタイヤってこう車で言えば一番重要、うん、接地面が、うん、あれ面周の1枚ぐらいなんですね、うんうん、だから、うん、まあそういう部分では、うん、いいことが起きた、うん、で私は思ったんですけど、うん、その人にとってみれば、うん、最悪のことが起きた、まあね、うん、ほんね嫌だなって思いますよね、うん、でもね高速でパンクしたら大変ですよ、本当に、うん、そうだから乗り物のような、うん、やっぱりボールペンと車、うん、あとはなんだ、まあ、衣服と自転車って、うん、もう本当命の乗せ方、うん、でもわけが違うんで、うん、そこに何かしらの不具合が起こって自分自身は安全という状況ってみんなが思ってる以上に実は運が良かったりする、うん、典型的な厄落としだったりするので本当に15年自転車お疲れ様でございました、うん、あのセブンジー直瀬さんも、まあ、大変ね、うん、出費もあったと思うんですが、あ、まあ、よかったことかなと、うん、私は思いました、うん、はい、では、はい、チャットの方が今一旦一区切りしてるんで、はい、質問事前にいただいている、はい、質問2の方に入ります。お願いします。ももかさん、はい、今年の課題の外科医への秘書、うん、と来年の課題かっこ新しいチャレンジ的な内容でしたよね、うん、の違いがよく分かりません、うん、ちょっと不安でもチャレンジすることで新しい領域、うん、新しい人とつながるぞとここまでやってきたのですが、うん、あれもしかしてそれって来年の課題だったと分からなくなりました、うんうん、あまり気負わずに外に踏み出してそこで来年頑張るみたいなイメージでしょうか、うん、かっこもしそうなら今はもう少し力を抜きます。はい、はい、こちら結論から先にお伝えすると、はい、どっちも同じようなもんですになります。どっちも同じようなもの、はい、で次に理由からご紹介していくと、うん、今年が四緑木期の年、うん、来年が三碧木期の年、うん、同じ木期の年というところで、うん、本当に根本的なところはそこまで大きな違いはないんです、うん、同じことを裏から見るか表から見るかの違いだったりとか、うん、同じことを立場の違いで見たりとか、うん、同じ、じゃあありがとうを別の言い方で表現するみたいな違い、うん、ただこの違いが結構重要でして、飛翔と挑戦っていう言い方をしたかな今。外科医への秘書、今年が外科医への秘書、来年の課題が
新しいチャレンジ、そう挑戦、飛翔と挑戦、で結局言い方は違うけどほぼ同じようなものなんですが、やっぱ飛翔っていうのと挑戦っていうのには若干違いがありまして、ただ結論的には同じような感じ、これが結論ですからね、それを先にお伝えします。じゃあどこが違うんかっていうと、今年のテーマって、テリトリーの外に出ることなんです、自分のテリトリー、安全地帯、安心の良くなれた場所、この外に出れたら今年の課題クリアです。その外に出た先でやることはそこまで問わないです。それに対して、来年のポイントは挑戦であり未知との遭遇であり、今度開拓になるんですけど、開拓っていうのは道なき道を新しく切り開いていくということで、これが自分にとって新しければ、それがうち家の中で挑戦しようが家の外で挑戦しようが、どっちも挑戦、ただ開拓しようと思ったら行ったこともない町に行った方が開拓しやすいんです、見たことがない映画を見に行った方が、行ったことのない映画館で、その方が開拓しやすいんですよね、だから結局ね、外へ出ることと開拓挑戦ってもうほぼほぼニアリーイコールで、結果としては同じなんですが、今年の課題は自分のテリトリーの外に出たらそれで OK、 それがその理由が挑戦とか開拓じゃなくても、テリトリーの外に出ましたね OK、 に対して来年はテリトリーの内と外関係ないですよ、とにかく自分にとっての新規の体験、未知との遭遇ができたならば、内でも外でもそれ同じですよ。これを一言で言うと同じようなモンスになります。一言で言うと同じようなモンスっていうことですね。ただちょっとニュアンスの違いは、自分のテリトリー以外に出る、これはもう軽快な行動力であったり、軽快な心が必要で、ただそこで起きたことに関しては、もしかしたらいいこともあれば悪いこともあるけど、まあ、いろんなあらゆる気づきであったり縁が広がるよ、で来年っていうのは挑戦だから、もっとその具体的に、集中をしてやるような、両方とも外には出ることになるけども、そう、結果としてね、結果として同じようなことになる、同じようなもんだけど、まあ細かく言うとニュアンスが若干違う、そうだから佐藤さんに外へ出ましょうよっていうのと、佐藤さん挑戦しましょうよは、佐藤さんやること同じような感じになっても、言う言葉が違う、まあ外に出ましょうよだと、具体的にやること私ないわけです、なくても出れるから、でも挑戦しましょうよって言うと、何を、になると思うんですよね、それとそうずっとやれない、そうですね、もうちゃんとこう区切りつけてドーンと集中してやらないと挑戦できないじゃないですか、だからまあ同じことだけど、同じような感じになるだけど、違うってことですね、違うんですよね、でも本当同じような感じなんですよ結局白く木期から三匹木期の年、同じ木期の年になる、ただその見え方やアプローチの仕方が若干違うだけで、結果として僕たちが手に入れるものは新しい縁だったりとか新しい気づきだったりするという点は同じだったりするんですよね、なるほど、ということで、今年だよ来年だよということで細かくその違いを明確にするんではなくて、外に出るってことはもう一緒なんだから、結論から言うと同じような感じですということで、捉えていただければと思います、はい、参考にしていただければと思います、実際来年の暦今書いてるんですけど、やっぱ被るん重なるんですよね、今年はそれを重なる部分をとにかく内に引きこもらず外に出ましょう、で来年は既存のものに執着せず新しい道を開拓しましょう、と同じなんですよねそうなんです、でも外に出ようという意識と新しいものと向き合っていこうという意識は
やっぱりこの 目指すゴールへの生き方が違うというか、そう、やっぱりつながってるんですね、うん、特に、モッキモッキでつながって、はい、ドッキーする、そうですね、モッキモッキでつながるからなんでしょうね、うん、うん、そう、同じようなことが七赤権気の年から六白権気の年、権気権気でつながる年にも同じようなことを別の言い方で言ってる、うん、っていう年は続きます。そうですよね、うん、で来年再来年だと土器になるわけじゃないですか、はい、でその次が水器、水器になるんですよね、はい、だから、まあ、そういった時はちょっとこう明確になる、分かりやすいです、うん、土器と水器やっぱ全然違う、うんうん、でも今回は木器から木器だから、うん、変わらないよ、まあ、一緒だよ、一緒だと思っちゃう方がいいです、うん、絶対で、その中で、うん、まあ、だから2年間外に出ていろいろやれることがあるというような年として捉えていただければということですね、うんうん、はい、ということでございます。現場から以上でございます。ありがとうございます、はい、では、コメントの方いきます。はい、ももかさん、ご回答ありがとうございます。よくわかりました。そうですね、そう、ね、今の答えを見ててくれた。あ、なるほどなるほど、うん、今一生懸命あれ何だったかな、うん、あ、ということでございます。そう、はい、あ、よく分かったってことですね。よかった、うん、ニュアンスの違い、うんうん、でも同じを伝えたかったです。和子今村さん、はい、外に出まくっていたらすで、うん、に未知との遭遇だらけで収集がつきませんということですね。そう、はい、そうなんです。それはひとっくり木器の縁、うん、縁とは結局は外に出ることであり新しい気づきである、うん、結局進んでいく道の先にはどこかで新しい出会いがある、うん、これはもう分けちゃダメ、木器で同じ、うん、でもそれは今年から来年につながっていく一連のグラデーションである、うん、っていう感じです、うん、ということで、和子今村さん、うん、未知との遭遇だらけで収集がつかないという部分に関しても、うんうん、もういいグラデーションかけてる、うん、かけてるっていうことで、まだ今年白く木器の年なのに未知との遭遇があった、ダメだじゃなくて、うん、白く木器をたどった先で3匹木器にちゃんとつながれてる、いいグラデーションですねっていう感じです。もうだってね、7月からはね、そう、うん、そうなんです。来年のが始まるわけですから、うんうん、はい、そうなんです、そうなんです。ということでぜひ、今いい流れ、グラデーションが始まってるよと、うん、いうことでお受け止めください、うんうん、続きましてセブンジーナオエッサさん、はい、歯医者について見解ありがとうございました、うん、話題変わってドラクエウォークは続けていますか、うん、やっと上級職へ転職することができました、うん、ということです。じゃあ、すごい、うん、もうなんて言うんでしょう、嬉しい、上級職まで行っていただいて、うん、なるほどね、はい、うん、ちなみに僕は全特級職をすでにレベル55まで、キャラクターは分けていますが、うん、全特級職まで行かさせていただきました。全特級職をレベル55まで、はい、ということで、しかも最近、はい、虹色の武器がよく出まして、はあ、すごく楽しいです。なるほど。はい、うん、セブンジーナオサさん、ジュニア先生はホクホクだそうです、うんうん。はい。ぜひ次は特級職。はい。特級職頑張ってください。魔剣士やばいです。魔剣士本当やばいです。おすすめです。うん、ということでございます。魔法剣士とあと何かだったかな、うん、うん、おすすめですということでございます、うん、よろしくお願いいたします、うん、桃子さん見てました、うん、初リアルタイム参加でドキドキしました、うん、ということで、ありがとうございます、リアルタイムのコメントもありがとうございます、このリアルタイムの良さって、うん、まあ私の個人的なものですけどね、うんうん、最近のテレビって、うん、こう型にはまりすぎてしまって、うんうんうん、ハプニングがないわけですよ。ハプニングない、切っちゃった、うん、だって全部テロップまでついてるから、うん、で昔のやっぱり笑っていいと思ってすごかったなってやっぱ思うわけですよ、うんうん、生放送のまあ本当縮図のようなね番組だった。だからまあこれも、実は収録だっていいわけですよ。事前にいただいてる質問に対して回答してる、うん、でも、うん、ライブ感
っていうところで参加をしていただいて、逆言えば、うん、ハプニングがあるかもしれない。あるある、 P が間に合わないことなんて普通にありますからね、うん、P 間に合わないし、突然、うん、今やってる場所にこんにちはって人が入ってくる時だって過去にありましたからね。まあそういうのもあるんで、うん、ぜひあのこのライブというのを楽しんでいただければと思います。はい、では、まず一旦ここでコメントが終わってますんで、はい、うん、その次に行かさせていただいている間に、はい、皆様方の方でチャットがありましたらどんどん入れてください。まずここでちょっと発表があります。お願いします。はい、私たち、2人で、基地包囲旅行を、今年6月ですね、はい、はい、6月、これ正確には、うん、7月の3日月曜日から、うん、4日の、うん、1泊2日で火曜日まで1泊2日で、うん、宇都宮に行ってまいります。はい、でこの YouTube ライブもちろん平日なんでね、うん、あれなんですけど、宇都宮というと、うん、東京からなんと1本で来れちゃうわけですよ、うん、はい、1本で来れてしまうので、うん、もしかしたら、うん、宇都宮に来てくれる人もいるんじゃないか、うん、あとは宇都宮の人、うん、という、うん、あとは宇都宮周辺の人、周辺の人、はい、ということで、うん、この YouTube ライブの、うん、オフ会というものを、初のね、うん、オフ会っていうのをやろうということで、うんうん、私たちの方で計画をしまして、はい、今言えることは、うん、はい、私たちの宿泊場所が、うん、宇都宮ジャスパー、うん、宿泊場所がですね、うん、あるんです、うん、宿泊場所が、うん、で、宿泊場所のロビーで集合、うん、という形で、うん、宇都宮のジャズバーにみんなで行って、うんうん、オフ会、初オフ会、まあオフ会という、まあ本当にただ、うん、あ、画面越しでしたけど初めましてみたいな、うん、うん、まさに縁の年じゃないですけどね、うんうんうん、コミュニケーションを取れるようなオフ会をさせていただきたいと思います。うん、詳細は土曜が明けましたら、ジュニア先生のブログ、うんうん、各 SNS、うん、それと私の公式の LINE の方で、うん、告知をさせていただきますので、うん、もちろん平日ですし、うん、皆様お仕事もありますし、うん、ご都合つかない方もいらっしゃると思いますが、うん、事前にお申し込みをいただいて、うん、人数が、まあ、ある程度その大人数というわけにもいかないですから、うん、まあ、多かった場合はですよ、まあ、1人とか ね、うん、2人の場合だってもちろんありますが、事前に、うん、まあ、最小最高人数を決めつつ、はい、受け付けて、うん、でそれで、7月3日の月曜日、うん、私たちの泊まってるホテルのロビーで集合して、うん、気軽に、うん、ジャズバーで、ご飯を食べながらお酒を飲む、うん、そんなような企画を考えておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、チャットの方もですね、今ここ、はい、終わっております。うん、では最後にというご案内をさせていただいている間、はい、まだまだチャットの方を受け付けておりますので、ぜひ入れてみてください。お願いします。では次回のライブ配信、はい、というのは2023年6月の7日を予定しております。第1水曜日、はい、予定通り第1水曜日となっております。うん、忘れそうな方は、いつもこっち、はい、チャンネル登録をしていただけると、通知を選べますんで、ぜひぜひそちらをちょっとこう検討してください。はい、それと、あ、そう、うん、今ね、はい、チャンネル登録者数が、はい、973人なんですよ。おお、うん、あと27人、1は1000、そう、まず第一の目標1000、はい、頑張ってみたいなと。もう2年前、3年前から目標1000、27、うん、あと27人で、うんうん、なんと記念すべき1000人に到達するということで、皆様本当に登録いただいている方ありがとうございます。はい、もしまだ登録をされていない方がいらっしゃいましたら登録をしていただければと思います。で、こちらの下にですね、こういうマークがあります。はい、こういういいねマーク、このいいねマーク押していただくと単純に私たちが喜ぶということで、うん、もしこの番組の終了後、お時間がある方はこちらを押していただきますと、私たちも
嬉しいですよね、うん、見たよって言ってぜひともいいね、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。では、はい、今日はここまでとさせていただきますが、はい、チャットの方もここで終わっております、はい、では皆様、うん、今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ではまた6月お会いさせていただきたいと思います。素敵な超女装の5月を。ではまた、ありがとうございました。良いゴールデンウィークをお過ごしください。